どうもピュアキングです。今日はこのコースやっていきたいと思います。ザ・オールノーイングオール過去トロールということで、全てフクロウじゃないということですね。ただ僕が思うにこのコース名ノーイングの G の部分があるじゃん、あれとオールを組み合わせてザ・オールノーイングオールっていう読み方を作ることもできるんですよ。その場合はですね、全てゴールじゃないという捉え方もできるんですよ。なんかグッとトロールコース感増したくない？いらないですね、僕のそんな勝手な解釈なんか。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.06%。 まあこのコースはですね、約3年以上前とすごく古いコースなんですよ。最近はね、新しいコースばっかりやってってるけど、たまにこういう古いコースやってみるとめちゃめちゃ面白い発見があるからさ、たまにはねやっていきたいと思います。さあまず始めていこうか。まああの魚にはね全然当たることはない。この石打ち上がってくるんじゃないのか。いや絶対来るよな。いやちょ、いけないかな、この隙間から。開幕石親じゃ。勢いですぐにドアに入っちゃおう。そうだ、勢いで。昨日飲みすぎて頭がガンガンしてるけど、勢いで何もかも全部かき飛ばせ。やばい、初めて数秒だけど頭がガンガンしてきた。二日酔いで実況なんてするもんじゃないね。これ左下に行けっちゅうことか。右は、右も行けるルートがある。この P スイッチがなくなったら下の砲台はいなくならないか。じゃあこのドアに入ってみよう。こっちは意外と行けるか。バラだー。ならここはですよ、右ギリギリまで行く。今国籍おかしくなかった。このブロックは叩いても何もならない。まあ上にブロックがあるパターンで叩いても即死パターンなかなかないもんな。このハテナはワンナップで、こっから先キノコだー。どうしよー、キノコは取れないのかい。この右ギリギリで待っておいてもキノコは取れません。なめるな、普通だったら上から行けばいいところ、僕は普通の実況者じゃないからな。あえてあのキノコを取って行ってみせるさ。ここだ。いや右から、右から行けない。上から行きます。そして右のピンコイン取っていいのかい。取った瞬間罠が来るとかそんなことはないのかい。なら取った瞬間スイッチだ。上の方から取れるかな。上の方からピンコインを取ればブラパが上がってこないみたいだ。いやーなるほどね。てっきりさ、ピンコインすら取らなくてもいいコースなんかなと思ってましたけど、こんな資格なんか用意すんなって。お前はなんてことをしてくれんだ。この緑が何かがあるって言うな。分かってる、この資格の枠。ああ、叩いてやるぜ。みんながスッキリするように、この枠を叩いてやるぜ。いいのか。お前がやられる準備しかしてないぞ。ああえっ、やめんか。なんだよ、じゃあこっちも何もないじゃん。あ、ダメよ。ならここは左から行けば大丈夫っていうことですね。このフラワーは取れるやつかい。取れない。うん、守る。守って、守って。あいつは飛びようだよ。この上のハテナブロックも叩きそうにはないか。じゃあこのメットを投げて扉に入れっていうことなんじゃないかなと思ったけど、これは結果オーライ、結果オーライ。さあこのドアに入っていけませんね。これは上に行けっちゅうこと。いや違うんだって。でももう分かったもんね、このメットをかぶります。で上のツタの方に登っていけっていうことなんじゃない。でこのガリガリを抜けれますと。で問題はこっからよ。このオートスクロールがどこまで上がってくるかなんだけど、ここで止まんのね。で左のキノコは取れそうになかったから、おお、してみようか。何も変わんない。じゃあこのハテナブロックはバネ。え、あ、分かった、ここハテナブロックあるじゃない。あーなるほどね。ここはバネを出さないでこのブロックだけ叩けばいいでしょうね。この状態でこのブロックを叩いたらどうなる。お前はもう何もできないみたいだね。もう立てつくんじゃねえぞ。あらよ、なんか中間がありそうな感じだな。右下の方って書いてる。うわ、もうこういうのやめてくれって。大体引っかかってしまうんだって。でも上に行かないギリギリでジャンプしてみようか。いやここに出てくるのめっちゃ優しいな。上で隠しブロックがあったらさ、もう積んでるけど、じゃあこっちから行けば問題ないと。さあキノコを取って。まあでもここを抜ければ中間があると思いますよ。バブルを抜けてキノコを取っていこうか。そしてすぐに土管に入っていく。さあ中間を見せろ。せめてジュリエットの顔を見せてくれ。ああじゃないんだよ。ジュリエットよ、君はどこにいるんだ。あ、なんか書いてるね、スタンドって書いてる。ここに立っておけみたいな感じかな。まあ一旦右の土管、土管入れませんね。あ、分かった、さっき
さ、キノコ取って土管に入ったらいけなかったんだ。だからここでキノコ取ります。でこの場所に立っておけって書いてたから、こっから何が変わってる変わってる。で右下の方からじゃないといけないっていうことはないよな。これは下か、下に中間があるとかそんなことか。明日絶対罠だと思うけど行ってみるか。中間位置までめちゃめちゃ長くないですか。僕はね、中間の必要性を痛感してるところですよ。いい、いらないですね、僕のそういうしょうもない話なんか。おいおいおい、しょうもない話をしてたら上が開いたけど、こっちが正解なんじゃないの。しょうもない話もたまにはいいこともあるもんだな。じゃあチビになって進んでいく。中間が見えたぞ。取らせろ、取らせろ。なんか来るのは分かってんだ。いたひたに逃げようか。逃げよう、取れるのか。これ下に落ちたらさ、オウが急に顔でどっか連れて行かれるとかそういうこと。だい、やった。なんだここはさ、ビビらせやがって。特に何もないゾーンで、ね、さあ行こうか。でここは花は何をしてくるんだい。もうここまで来るけど大丈夫大丈夫。多分ね、次罠が変わってるとかそういうことなんじゃ。ここは置いてみる。で僕思ってることがあるんですよ。一回やられたことによってここの罠が何か変わってるんじゃねえかなみたいな。特に何も変わってないか。上から砲台が降ってきたけど、あっちに戻れとかそんなことじゃないよな。まあここのピンコインを通っていきます。ピンコインを通ってすぐ右に行かなきゃまずいような気がしたんだよね。いや僕ですね、さっきやられて気づいたんだけど、右のドアがあるじゃん、あそこはこのパンを持っていかなきゃ入れないような気がするんだよな。だから右ダッシュすればいいんじゃない。ここで右ダッシュ、やばじゃん。絶対これ必要になるよな。そして早めに右に行って、このパンを置いてドアに入りますと。いやなかなか鋭かったね。上に行け、向きますよ。なんだよ、何をしたんだって言うんだよ俺が。よ、たまにはスムーズに進ませてくれてもいいじゃないか。このドア、ここから本気で行かせてもらうぜ。一旦敵を見過ごしておく。そして右上の隙間に行けっちゅうことなんでねえの。さあ行こうか。ダブル坂だ。ならどうすりゃいいんだい。一旦このツタを出しておこうか。そして、あ、このコインのところ怪しくない。こっちの方に行けばフラワーが取れたけど、フラワー取った瞬間あーって言われたな。だから取っちゃいけなかったみたいな。こんなの超えれないとでも思ってるのかい。こんな連打すれば楽勝で超えることができるんだよ。見てて、いけー。地下ブロックを落とします。でフラワーも落としつつ上に行く、上に行く。でこのまま先に進んだらドッスンがいるけど、ドッスン右に来るのかい、下に行くのかい、それとも左に行くのかい。君は何をするんだい。乗り気も。ここはすぐ上に行きます。そして上に行っちゃっていいのかな。左下の土管、あ、左下の土管バネが出てきたね。これ持っていけっちゅうこと。あ、こっちじゃないみたいだね。だから右上の方に行かなきゃいけない。あら、これ入れんくれ。どっかにアイテムがあるみたいな感じが。あ、あそこトゲピーがある。だからこっからトゲ。お前邪魔くせえわ。ちょっとバネでちょっと、そのバネでさ、どっと上にやることが出る。ここはバーがあるしよ。トゲピー、多分ですけど左上のパワーブロック、あれが壊れた瞬間にトゲ像が出てくるシステムだと思いますよ。だからこの辺に置いておけば大丈夫。で左に行ったらダメだ。あ、こっち行けるようになってんじゃん。オッケーオッケー。そしてここでピンコインを回収して、バネ持っていかなくちゃいけないのかな。まあ いや一旦持ってってみようか。持っていけるもんは何でも持っていこう。多分この先バネが必要になってるとかそんなんなんじゃない。ほらほらほら、左バネがいるって書いてるね。だからここでボキャー、さあ進もうか。もう一回バネ持っていく。もう持っていけるもんはね、ずっと持っていくよ。さあここでスネークブロックから降りてていいのかい。上に行かなくて。あれ、これさっきの場所だけど、今度はキノコを持ってる。だからこっから下に行けるっちゅうことなんじゃな。オッケー、ちょっと待って。さあバネを持ったまま行こうか。真ん中の土管に入るしかない。そろそろ中間ポイントあってくれてもいいんでねえの。でバネをいるって書いてるけど、これ左 C 耐久じゃん。バネ持ってきてしまった。バネがなかったら C 耐久できたのに。まあ いや一旦このままもう進んでみるわ。あの C 耐久はこっから中間ポイントが取れなかったら僕は行きたいと思いますよ。あれ、あら、うん、なんじゃこりゃ。あのバネのマークのところがあるじゃん、あそこのハテナブロックの中にボム兵かなんか隠されてて、右のブロックを壊してくれるっていう感じなんじゃないかな。まあいいや、さっきの約束だ。ここの C 耐久をクリアしてみせますよ。ここはどんな C 耐久で。バネを持ってきてしまったけど、バネがあることでなんか楽になるとかそんなことはなく、あ、
わかった、フーチュラップを多分ね、この丸々に乗せて右側に。あ、丸々乗んないのね。え、あ、はいはいはい、これで右側になっちゃう感じで。いや、面白いんじゃねえか。あとちょっとだけチュラップ、いや、これマジで驚くとし、この浮き輪がないだけでさ、いや、浮き輪がなかったらめちゃめちゃ楽なんだけど、お前ガリガリ邪魔すんだって。か、いや、いや、ちょ、これ大丈夫、ここにおったら、うめえ。このバネで上に上がってこい。あの、このバネで、こういうのにバネの役割を、いけ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 、ガリガリがくんだって、俺の死に体験を邪魔するな。めちゃめちゃ悔しい。絶対この死に体験クリアしてみせる。早くチョロップ来て。ガリガリが来るの意外と早いもんな。ちょっと早く来いって。何やって、倒すなって。もう、え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 、来ねえな全然。このまま何もしなかったら来ないでしょ。やっぱりこうやってね、ちょっと上げる必要があるんだけど、全然ね、右に来てくれないのよ。え、なんで、なんでさっきは来てくれたんだろうな。あー、来た来た来た。で、ここでもう一匹でも上に上がったら僕の勝ちでいいよね。もうあのガリガリ来ても僕の勝ちでいいよね。このタイミング、キュッ、え、ガリガリやっちゃう、ガリガリやっちゃうって。あー、来た来た来たと。もうこのガリガリが来たら、あとは、あ、もう一個か、よっしゃ。死に耐久メッチはダメなんだ。お待たせしました。ここからちゃんと進みます。わざわざ死に耐久に自分から引っかかりに行く頭悪い系 YouTuber です。多分この辺に何かあるんでねえの。うん、ボム兵かなんかあると思ったけど、あ、 B スイッチが鳴ってんのね。そしてこの状態でメットを持ってこいって書いてある。メットなんてくないよ。下のハテナがメットっていう感じかな。一旦叩いてすぐに逃げてみようか。鉄拳、左下に行っていいのかい。僕がこの下に行っていいのかい。いける、絶対何もしてくんだよ。見えないところで何かしてくんだ。あそこだけじゃ、え、こっち知り耐久なんじゃない。え、こっち来ても意味ないじゃん。じゃ、一旦右に戻ろう。あ、待って、ここにさ、メットがある。このメットを持っていけっていうことなんかな。いや、絶対そっかそっか。あー、なるほど、そういうことなんか。じゃあここでメットを流して右に進みます。で、ファイヤーを取って左の土管に入るっていうことなのかな。じゃあこのファイヤーどこに出てくるんだい。僕は一回は引っかかる予感しかしないね。この場所だ、この場所だ。あ、あ、お前それやめろって。その動けないやつずるいって。やめろ、やめろ。いや、待てよ、これチェックポイント取ったっていう可能性あるんじゃない？しゃー！ほらほら、やっぱり10元ポイントじゃん。サイドル、サイドル。で、右、いや、左か？うわ、くそ、こんなに分体値持ってきやがって。右の土管入れない可能性がある。だから左に行ってみようか。なら右行きます。で、Pスイッチを押した瞬間にこの土管に入る。あの土管から絶対何か出てくると思うよ。あ、最初の場面じゃないこれ。あ、そうだよね、そうだよね、この矢印があるから。じゃあこっから何か変わってるっていう可能性があるのか、それとももうすぐゴールなのか、どっちかだと思うよ。エンドルスピンなんじゃない。今度は上か、上でいいのか。ダメー、最初っからやり直しっていうことはないよな。ここのオンオフが入れ替わってるから多分それはないと思うんだけど。あー、今度は下に行けるようになったら。さあ、こっから違う場所だぞ。ゴールが見えた、ゴールをさせろ。やる感がする。このバネが落ちてきたってことは、このドアにもう一回入らなくちゃいけないとか、そんなんなんじゃない。まあいいや、先進んでみよう。左下のキノコは取ったらこの場所に戻れなくなる。だから右か左、どっちかで。2分の1の神よ、頼むぜ。神はいないのか。ゴールよ、たまには君の方から歩み寄ってくるっていうことはないのかい。いつもいつも僕の方から歩み寄ってくるけど、たまにはそういう姿勢も見せてくれてもいいんじゃないのかい。じゃあゴールはまだまだ遠そうだね。やめろやめろ、なになになに。すぐに右ダッシュして、ここからジャンプしていこう。バブルが通り過ぎた後にジャンプして右側に進んでいく。で、ここバブルが飛んで、に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 、違う違う。何も伝わんないのよ、そんなんじゃ。あ、ニュ、うん、ニュとか言っても何も分かんない。じゃあこの右の土管には入れそうにはなかったよな。まあ、いや、一旦上に行って。なんか右の土管やっぱ入れって書いてあるような、なんか急いだら入れそうな予感がしたんだけど、こっちの土管に行くしかないってことね。こっちの土管はなんか嫌な予感しかしないな。俺動けねえパターンじゃねえか。待って、チェックポイント1って書いてない。
これチェックポイント戻し、やめろやめろやめろ、チェックポイントだけ取らんないでいいのかい。優しいね、これ取らないで済むやつかな。誰かやりに来てくれるのかい。まあチェックポイント1からなんですけど、チェックポイント1までに取ったピンコインっていうのがもうなくなってるわけなんですよ。だからこっからワンチャンなんか罠が変わってるんじゃねえかなと思うんですけどね。それともまた最初から集めなきゃゴールできないのか、どっちかだと思うんだよな。まあ いや一旦最後までこのまま行ってみるね。特に何も変わってなかったわ。じゃあここは右ダッシュして赤いの階に入っていく。これでゴールだじゃない。よし来た来た来たすんなりゴールさせてくれたね。まあでも3年以上前のコースなのにめちゃめちゃ楽しかったです。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオパックン登りハイジャンピングプラントということで、このコースね教えてもらったんだけど、サムネに映ってる通りパックン一体だけでとんでもなく高い壁を登れっていうコースらしいんですよ。いやどういうコースなんだろうね。あのパックンはスピンで踏むことができるんだけど限界があるじゃん、さすがに。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.4%。バグとか使用してくれたらめちゃめちゃ楽なんだけどな。バック踏んだ瞬間100マスぐらい上でビューッそんなんだったらすげえ楽なんだけど、いやマジで意味わかんねえ。このパックンだけでどうやって高く上がんのって感じなんだけど、隠しブロック、あーはいはい、隠しブロックの上にパックを乗せていけっちゅう感じなんじゃない。ただその前に僕気になったことがあるんですよ。この右側なんかあるんじゃねえかなと、隠しブロックでマントが出てくるみたいな。これ戻れるかな、え戻れる。さっきはねこのマリオの頂点ぐらいに隠しブロックがあったから、このパックンの下にもあるんじゃねえかなと思うんですけどね。一回それ叩いてみようか、これお前早く上行けよ。タイミングはむずい、上がった時に上。うわこれ倒しちゃうの、タイミング相当シビアじゃない。まあ いや一旦上まで行ってみようか。どのくらいの高さまであるか、めちゃめちゃ高いなここでスピンジャンプして右側にゴールがあるっちゅう感じなんじゃない。まず1回は成功させよう、このタイミング。オーケーオーケー。で次が難しいよな、足場が全然ないじゃん。モニョン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 なんだモニョンモニョンモニョンって。でもこのモニョンモニョン作戦いいかもしんない。モニョン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 早く行けって思うよな次で、次で絶対行くから。モニョン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 、なんでだ。申し訳ないんですけどこれ喋れません。まあ喉も枯れてきてるっていうのもあるんですけど、これはタイミング取るのがめちゃめちゃ難しくてさ、今日はモニョンモニョンだけで終わらせたいと思います。最後モニョン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 、ここ6つだ。このパックンがさ上にピューンって行ってるやつがあるじゃん、もうそれよりも前に多分ジャンプしとかなきゃいけないみたいな、やっぱりそういう感じだよな。だからこれを何回も繰り返していけばきっとゴールができるはずだよ。ちょっと見てて、モニョンモニョンモニョンのちょっと手前、僕が何だ何だ。これマリオをねジャンプさせるタイミングを先に見計らった方がいいかもしんない。このモニョモニョが3回目の時にモニョモニョモニョ、いやこれ絶対ダメだよな。じゃあ2回目の時ぐらいにジャンプさせてみようか。モニョモニョここ、攻略を見つけたぞ。モニョモニョモニョからな、でもう一回モニョ2回目で飛ぶ。絶対この方法が一番行きやすいと思うから見てて、多分このタイミング。オーケーオーケー、もうモニョンモニョン以外喋らない、絶対にこれでクリアしてみせるよ。モニョンモニョンからのジャンプ、うますぎる。ジャンプのタイミングさえ見極めれば結構簡単だね。モニョンモニョンでジャンプいけこれゴールしたんじゃない、多分もう終わりだと思うんだけど、ちょっとこれ難しいごめんね下手くそで。いやマジでね、ここ一番上に登るまでカットしていいかなと思ったけど、しなくても良さそうです。さあこっからスピン、いやーバカか俺は何やってんの最後の最後にさ、もったいねえことすんなって。さあ最後のスピンジャンプのところまで来ましたよ。さっきみたいなバカな真似はしないと思ったけど、あと1段あったよマジか、もう絶対終わりと思ってた。まあ1段ぐらいは全然余裕でいけますよっと。
モニョンモニョンからのジャンプ、オッケーオッケー。でこれで本当に終わりっていう感じだね。でさっきマジでミスってしまったもんな、もったいないことしたけど。これすいませんね皆さん、変なところばっか見せちゃって。次は絶対に行ってみせるぜ。よっしゃやったーゴールせーちゃんと閉まんねんだよいやこれね、一回はみんなマジでしてみてほしい。めちゃめちゃシビアなコースだった。でもね本当にいいアイデアでしたね。どうもご視聴ありがとうございます。